北朝鮮 の、 そのテロ支援国家と、はい、米韓軍の作戦計画です、はい、これどうしましょうか、はい、ミサイルこれもちょっと喋ると2時間ぐらいかかっちゃう、はい、ミサイル発射の、ね、追加情報が入ってくるんですが、こちらに行ってしまいましょう、はい、2本立てでいきたいと思います。北朝鮮のテロ支援国家指定要求、アメリカの下院本会議が可決というニュースと、そしてもう1本は、米韓軍の作戦計画が流出か、北朝鮮ハッキングと報道、2本続けて深入りまいりましょう。共同通信によりますと、アメリカの下院本会議は3日、核ミサイル開発を続ける北朝鮮をアメリカ独自の金融制裁の対象とするテロ支援国家に再指定するよう国防省に求める超党派の法案を賛成多数で可決しました。上院でも審議され、対北朝鮮で圧力強化を目指すトランプ政権の判断を後押しする形です。本会議では北朝鮮による大陸間弾道ミサイル開発を非難する決議案も賛成多数で可決、中国に北朝鮮への影響力行使を求める内容が含まれており、6日からの米中首脳会談を前に中国への牽制とみられます。法案の採決結果は賛成394対反対が1、非難決議案は賛成398対反対が3でした。そしてもう1本このニュースですね。共同通信によりますと、韓国の KBS テレビは3日、韓国軍の内部ネットワークに対する北朝鮮のハッキングで、朝鮮戦争が全面再開された際に適用となる米韓軍の軍事作戦作戦計画5027が流出していたと報じました。これは韓国政府関係者の証言としております。同計画は最高機密とみられ、流出が事実なら韓国軍の受けた過去最悪のハッキング被害となり、米韓軍の展開に深刻な影響が及ぶ可能性があります。ハッキングは去年9月に発生し、12月に発覚しましたが、ハン・ミング国防大臣は当時、深刻な影響をもたらすものではないとし、被害は軽微なものであると主張していました。やっちまいましたね、韓国軍。はい、はい、でこれなんですけど、まずそのテロ支援国家再指定というのはですね、はい、これはまあ、今後ですね、まあ、北朝鮮の、はい、まあ、関係のですね、もろもろな、事態が進展する上で、はい、前提となるですね、大事なステップですね。で早くもこれ下院の方で、まあ、やった方がいいよと、再指定した方がいいよという、まあ、勧告が出たということで、はい、まあ、おそらく、スピード採決でこれはいくかなと、これは協力するでしょう。だって今日もミサイル撃っちゃったしね、はい、北朝鮮がね、はい、そのニュースですけれどもね、追加で入ってきました情報がね、韓国軍合同参謀本部によりますと、北朝鮮は5日朝、東部のハムギョンナムド新歩、環境難度新歩から、はい、日本海に向かって飛翔体、この表現もね、飛翔体を発射しました。発射されたのは弾道ミサイルの可能性があります。韓国軍は飛翔体の種類などの分析を急ぐとともに、警戒を強めておりますということですね。じゃあどこに落ちたかは分からないんですか。なるほどね。このところではまだですね、着弾の状況を、はい、また追加の情報を入り次第即座にお届けいたします。まあ、これが北朝鮮の答えなわけなので、まあ、アメリカとしてはですね、はい、もう北朝鮮の非難決議的な、まあ、このテロ支援国家再指定というのは、はい、まあ、割と通りやすいかなと。でトランプさんが今ほら議会と揉めてるので、はい、議会と大統領府が協力するいいきっかけになるかもしれない、はい、ということで、はい、まあ、これは意外と早く通りそうというか、通らないとトランプさんも困るので、とっととやるかなというふうに思います。でね、この問題ね、もっと最初から考えなきゃいけないんですよ。アメリカの政権交代の前から多分考えなきゃいけなくて、はい、今どういう状況かというと、6カ国協議という枠組みで、まあ、北朝鮮にですね、まあ、弾道ミサイル開発と核開発を放棄させる代わりに経済援助しましょうみたいな感じでずっと来たんですけど、結局まあ、クリントンの時もね、空爆しようかとか真剣に検討してやらなくて、で10年ぐらい猶予を与えたこの結果がこのざまなんですよ。ね、新型エンジン開発する、もうアメリカを直接狙える大陸間弾道弾、もうほぼほぼ開発が終わっていて、でしかも核弾頭を搭載できると、なるとこれアメリカにとってはもう深刻な脅威ですよね、はい、そんなこと起こってはいけないので、だからトランプさんもそんなことはダメな、ありえないというふうにツイッターで何度も言ってるんですよね、はい、で本当にそこまでやるんだったら我々は覚悟があるよってことをもうずっとトランプ政権になってからメッセージを送ってるんです、はい、でこの番組で、多分1ヶ月前ぐらいに私言ったと思うんですけど、はい、森友学園でアホみたいなのを日本のマスコミやってる時に、もう朝鮮半島情勢やばいよって言いましたよね、はい、であの時にその2月の末に行われた、核爆弾の投下訓練ですよね、はい、バンカーバスターに核弾頭ついたやつの投下訓練を、まあ、ラッセル国務次官補が、まあ、その記者会見で言って、はい、なおかつこう写真付きですよ、普通極秘訓練なんですよ、誰に対するメッセージなのかってもう明白じゃないですか、はい、でそれに対する北朝鮮の答えが弾道ミサイル飽和攻撃の練習みたいなね、でこういうのずっと応酬が続いてるわけですよ、でついこの間もティラーソン国務長官がですね、日本と韓国とチャイナと訪問しまして、で、戦略的忍耐の限界を超えたと、
ね、それから、全ての手段が、ね、テーブルの上にあると、プットオンザテーブルだと、はい、彼は言いましたよね。でその、まあ、要は軍事オプションも排除しないと、はい、でここへ来てそのトランプ大統領はアメリカ単独でもやると、まあ、これはアメリカファーストですよね。他の国がどこ行っててもアメリカを直接狙える大陸間弾道弾をね、あんな北朝鮮のわけわかんない独裁者が持つなんてことは許せんと、いうことで単独でもやるっていうのはメッセージが出ていると、で今日これから米中首脳会談でしょ、でしょ、はい、でニュースを見てください、主要なテーマ何ですか、主要なテーマまず北朝鮮でしょ、はい、通商問題でしょ、いやこれ習近平にとっては楽しい会談になるんじゃないですかね、どうなるんでしょうねこれね、北朝鮮問題はかなり今安全保障の中でプライオリティが高いと、かなりというか一番高いと言ってるので、この件でチャイナをまあ協力するのかしないのかどっちなんだっていう話になると思うんです。でそこで習近平がトンチンカンな、いや新しいあの 大陸間関係がとかって、お前何言ってんだみたいな感じで、もう会談終われみたいな、あのメルケルみたいな目に遭う可能性もありますよね、まあ、そしたら習近平はメンツ丸つぶれです。はい、だからおそらくまあそんな感じかなと。はい、であとね、北京独自のね、あの希望的観測っていうのもあるんですよ。希望的北京独自の希望的観測、これはね、あの別名孫子の兵法と呼ばれてるんですけど、はい、あのチャイナの人っていうのは、はい、相手も自分たちと同じだって考える傾向が強いんです、なので、その、まあ、彼らの戦いっていうのは、お互いに大義名分わーって言い合っても、結局最後あの密室で賄賂を使ったりして本音で話せば、そんな大義名分もどうせ取り下げるよっていう発想なんです。なのでそのトランプ氏に対してもなんかその、まあ、あんな勇ましいこと言ってるけどね、結局習近平となんか経済的なメリットでディールを結んで、ね、対中接近するんじゃないかっていう読みを言う人がすごくたくさんいるんですよ。特にあの北京系の人がすごく多いです、はい、でこれ果たしてそうかなっていうのは私は前からずっと疑問でして、はい、その孫子の兵法っていうのは、まあ、これまで2000年のねこのチャイナの歴史を見てくると、1500年ぐらい敗れ続けてたわけですよ。で誰に敗れたかというと、北方の騎馬民族には全く通用しないんですよね。でトランプさんはチャイニーズなのか、ね、漢民族なのか、北方の騎馬民族なのか、どっちに近いのか考えてみようというね、頭の体操をすると答えは見えてんじゃないかなと、火を見るように明らかですよかなと思います。でその点に関してあの義理の息子のねジャレット・クシュナー氏が親中派だっていう意見があるんです。これはね結構笑っちゃうんです、その根拠が。クシュナーはねチャイニーズのビジネスマンとね一緒にあの不動産開発のプロジェクトをやっていた、とか、キッシンジャーがね北京とのチャンネルを開いてクシュナーに渡したっていうんですよ、なるほどと、そうするとあの日系企業が山ほどいる、もうカリフォルニアとかテキサスとか、もうインディアナ州とか、もう、あの親日派だらけですねとケネディ大あのケネディ大使ね、ねものすごい親日派ですねみたいな、あ都合のいい事実だけを取り上げてるわけですね。それはそのクシュナーがなんでその北京とのパイプ持ってるかっていうと、今トランプ政権が全然閣僚任命されなくて、いろんなものがクシュナーに集まっちゃってるんですよ。だからクシュナーには北京とのパイプもあるし、多分インドとのパイプもあるし、いろんなパイプあるんですよ、だから何って話、それだけをもって親中派だって決めつけるお前ら本当おめでたいなみたいな、楽でいいな親中派の認定ってと思っちゃいました。もうアメリカ中じゃこれこの基準でいいんだったら親日派だらけですね、アメリカこんな親日大国になっちゃいますね、怖えみたいな感じですけど、ね、これはまさに孫子の兵法なんです、でエドワード・ルトワックという戦略研究家いますけれども、ルトワック曰く彼らが孫子の兵法を必ずやるから、だからもうベリーストゥーピッドっていうアホだって言ってるんですけど、それで必ず負けるだろうっていうのがそのまああのルトワックの見方ですね。チャイナ 4.0 とか読んでいただくとその辺の話に書いてあるんですけど、なので、まあ、この、テロ支援国家再指定の要求というのは、私は結構早く取っちゃうかなと。でこれ通るともうちょっと次のステージ、はい、ますます武力行使への、階段を進んでいくのかなと思いますね、はい、ほぼ賛成なんですね。なんか日本だと与党が出したものって大体野党が反対するじゃないですか、はい、ここはもうやはり北朝鮮の脅威というのはアメリカ全体がこう分かっていての賛成、はいはい、そうですね。まあさすがになってこれで北朝鮮擁護するようなこと言っても票取れないでしょ、まあまあ、うん、日本だとでもこれで北朝鮮のこと擁護すると票入れちゃう人がいるんですよ、うん、一部のその段階の世代で北朝鮮が未だに地上の楽園だと思ってるような人がいるんでしょうね、恐ろしいですね、偏向報道の威力ね、気をつけなきゃいけないなと思いますね。偏向報道の威力といいますか、まあはい、妄想力といいますかね、はい、妄想力、うまい、恐ろしい、はい、ここでですね、視聴者の方からメールを頂戴しましたので、はい、読ませていただきます、ありがとうございます、韓国に業務滞在中ですという方からいただきました。ですか、はい、常年様、仲来様、毎日楽しみに拝見させていただいております、ありがとうございます、それ入ります、私は現在仕事で韓国に滞在しております、はい、今朝の北朝鮮による飛翔体の発射、かなり不安を覚えます、うん、テロ支援国家再指定も近づき、これに先立つ4日、長峰駐韓大使の帰任もされ、いよいよ朝鮮半島有事も
現実味を帯びてきていると感じます、うん、しかし現地は緊張感もなく休戦中の国とは思えない感があります、うん、帰任した長峰大使には邦人の帰国手段の早期確立をお願いしたいと思います、うん、皆様のご活躍を異国の地よりお祈りしております、うん、いやもう本当にお気をつけください。本当に、ね、頑張ってください、お仕事、お仕事でねいらっしゃってるからね、はい、うん、どうにもね、私一応ね、あの在留邦人の人数調べてみたんですけど、はい、大体3万8000人ぐらい韓国にはいるみたいですね現在ね、はい、で一番大きいあの、まあ、ジャンボジェットの、ボーイング777かな、が確か300人乗りぐらいなので、はい、これね、あの 100往復ぐらいしないと3万人は帰れないですよ ね。そうすると多分船とか使うことになるんですけど、船はですね北朝鮮 の潜水艦による攻撃の可能性もあるので、あいつらほら非人道的な手段いくらでも使うでしょ、拉致とかもやってるし、だそんなのも考えるとちょっとね、あの本当に緊張感が漂いますよね。そうですよね、はい、今度ばかりはね本当にヒリヒリどころじゃないですね、はいはい、でそれに関連してこのハッキングなんですけど、はい、北朝鮮のサイバー部隊がねかなり活発に活動してるみたいですね、はい、で私もねちょっとねあのちゃんと調べてなかったんで、あの最近いろいろ調べて分かったんですけど、はい、北朝鮮国内ってインターネットほとんど繋がんないじゃないですか、あじゃあどこにいんだこのサイバー部隊はっていう話で、はい、マレーシアとかそういうねあのところにいるらしい。そんなところから、あと東ヨーロッパとかにもいるらしい。あ、はい、でそういうところからやってるんですよ、で北朝鮮の人は、あのもう国内にいると地獄でしょ、生き地獄でしょ、はい、だもう海外にそうやってサイバー部隊とかになると海外行けるんで、もう必死でインターネットの勉強して、でそれであの海外出ていくらしいんですよ。やりきれない動機ですね。そうですね、で海外手段としての、はい、で海外でそういう違法なですね、不正アクセス防止法違反みたいなことをずっとやるのを仕事にしてる人がいると、はいはいはい、まあ、前にほらあの金正男ことキム・ジョンナムが殺された時に、いやこいつは親しみやすいとか言ってるけど、いやこの人麻薬の密売と武器の密売とあのそれからマネーロンダリングやってたね、そういう職業の方ですよ、分かってますかっていう話を私はしましたけど、同じですよこのサイバー部隊もね、そういう不正アクセスをしまくって、まあたまにこういうのにヒットしちゃうという感じなんですけど、一応これ私の憶測ね、憶測ですけど、これ漏れた情報わざとかもしれないです、偽情報をつかませてるかもしれない。漏れてもいい程度ってことですか、うん、わざと、むしろなんか韓国がこういう反応しそうじゃないですか、ちょっと隠蔽して大したことないとか言うとなんかすごい本当っぽいじゃないですか、はいはい、という演出で実はこの偽の作戦計画書だった可能性もあるんじゃねえかなと。そうなるとまだ北朝鮮の、サイバー部隊これ見てるかもしれないですけど、すいませんそれ偽情報かもしれませんよってでわざと言っときます。いやわざとって、いやその可能性あると思うんですよ。いやいやいや、はい、こういう作戦って何パターンぐらいあるもんなんでしょうね。もういやこれね、ポイントはね、あの要はそのキム・ジョンウンが今どこにいるかってだけなんですよ、でいる場所も行けたらもうそこバンカバスターでもボコボコして終わりなんで、斬首作戦、斬首的なね、感じだと思うんで、だから、まあ、あのこれ詳しくその大予言の時に言いますけど、はい、そのどこにいるかってことだけで、あとはなんかいろんなオプションがあるかなと、アメリカ軍の方にむしろいろんなオプションがあるんじゃないかなと私は思いますけどね、はい、そんな感じがします、はい、なのでまあちょっとこれわざとっぽいなということだけ一応言っておきます。はい、はい、もう一段のひねりもねやるかもしれない、入れておいた上でニュース見た方がいいかもしれません、ね、はい、はい、ありがとうございました、はい、さあ、では続いてのニュースに移ってよろしいでしょうか、ね、じゃあもう韓国ネタ次いっちゃいましょうか。さっきの大使に行きますか、はい、67いっちゃいましょうか。そうですね、視聴者の方からいただいたメールのお話もありますんで、はい、この大統領選に関わるニュースと、それから中間大使帰国というね、あ、失礼しました、帰任というね、はい、この日本立てでいきましょう、今度は南の話でございますね、うん、中間大使帰任、大統領代行に少女像撤去要請、そしてもう一本は最大野党ムン氏を候補選出、支持率首位韓国大統領選というね、続けて深入りまいりましょう。共同通信によりますと、政府は4日、長峰康政中間大使をソウルに帰任させます。釜山の慰安婦少女像を撤去しない韓国への対抗措置として1月9日に踏み切った大使の一時帰国はおよそ3ヶ月で解除されることとなります。帰任後、韓国が少女像問題解決へ努力するとした日韓合意の順守を次期政権に引き継ぐようファン・ギョアン大統領代行に求めます。安倍総理と菅官房長官は4日午前、それぞれ官邸で長峰氏と面会し、日韓合意の着実な履行を韓国側に強く求めるように指示した模様です。長峰氏は面会後、中間大使として全力を尽くして今の課題に当たりたいと記者団に語りました、そしてもう一本、共同通信によりますと、韓国の革新系の最大野党共に民主党は3日、収賄容疑などで逮捕されたパク・クネ前大統領の罷免に伴う5月の大統領選挙に向けて、世論調査で支持率トップを走るムン・ジェイン前代表を党公認候補に選出しました。
従軍慰安婦問題をめぐる日韓合意全面見直しを主張するなど厳しい対日感で知られ、日本政府は文政権誕生も視野に日韓関係の再構築を探ることになりそうです。3日発表の世論調査会社リアルメーターによる調査では、文氏支持は 43% で、2位は中道野党国民の党のアン・チョルス元共同代表の 22.7% でした。保守系の候補は支持率が低迷し、選挙はアン氏が文氏を追う展開と見られております。いや、何を考えてるんでしょうね、韓国ね、こんな緊張している時期にね。はい、まあ、中韓大使帰任の件に関してはですね、まあ、昨日ネットでキーって言ってる人がいっぱいいたんですけど、はい、これはもう先ほど韓国の方からメールいただきましてね、韓国に今いらっしゃる日本人の方が、かなり朝鮮半島情勢が緊迫してきていて、で本当にその在留邦人の脱出とかそういうのを考えなきゃいけないような段階に来ていると、それが理由なんですね。そういう第一、はい、それが第一で、そこで大使が不在ということになると日本の官僚機構ってやっぱり上の人いないと動かないですから、そこをやっぱりちょっと補う意味でも、まあ、今回は日本がまあ、こういう形でですね、対処を戻したというふうに考えていただいた方がいいと思いますね。でも一般的にはやっぱり韓国から見ると、日本が折れたというふうに見られてしまう、そういうふうに彼らは書くんでしょうね。まあ、でも我々はやっぱ在留邦人保護を考えて、粛々とそんなもうアホみたいな意見には組みしないでですね、まあ、さっき の、 あの北京が見てる希望的観測孫子の兵法じゃないですけど、勝手にクシナが慎重だとか言ってればみたいな話で、ほっといていいんじゃないですか。あの在留邦人が死んじゃったらそっちの方がよっぽど問題ですからね。やっぱあの人命優先でいいと思いますよ、私は今回ね。もう結構みんなキー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 この件言うんですよね。私も最初このニュース聞いた時、ちょっと妥協したとか思ったんですけど、やっぱり裏が、もう私もこれ聞いた瞬間に、やべえ、もう朝鮮半島情勢またもう一個ステップ上がったって思いましたね。なのでやっぱお聞きすると分かる。そう、だからその辺はやっぱりちょっと考えていただかないと厳しいかなと、でそれに関連してこの、まあ、韓国の大統領選挙の行方なんですけど、もうこのままいくと新北政権誕生ですね。ほぼ間違いない。日米にとって悪夢ですね、それはね。どうするんでしょうね、このムンジェインはね。最初に金正恩に会いに行って、で仲良くしましょうって言うんですかね。このテロ支援国家と、ということは韓国もテロ支援国家になるってことですかね。これやばいですよね。でもしムンジェインが大統領になったら、軍部がクーデターを起こすんじゃないかってのことも今言われてますし、あとね、もう一個の可能性としては、あの朝鮮半島有事ということになればね、これあのおそらく韓国国内には大量の工作員が紛れ込んでるんですよ。でこいつらが何もしないわけがない、きっと何かするんです、地下鉄にサリン撒いて、大規模なテロの可能性がね、可能性ありますよ。そうするとこれ取り締まるためにはもうマーシャルローですよね、いわゆる戒厳令、戒厳令、これを敷いてもう全部摘発、ってなってムンジェインもスパイでしたみたいなオチもなきにしまう。まあ、実際ムンジェインスパイみたいなことやってて、このパクネ問題が起こる前は支持率ものすごい低下してたんですよ。なんかのあれですよね、ね、なんか忘れたんですけど、北朝鮮にお伺いを立てて、そのね、なんかやってたんですよね、そのノムヒョン政権の時に。何かの方針を出す時に、そのまあ、あの北朝鮮のまあ関係者に会って、そいつらのお伺いを立ててやってたってことで、なんだこの親北派どころか重北派めみたいな感じで、ものすごい支持率低迷してたのが、パクネ憎しで今上がってると、非常に感情的なんですよね、この世論の振りが。危ないですよね。あの国家100年の刑とかなかなか考えられない人たちみたいで、あの今もうこれだけ朝鮮半島情勢緊迫している折にね、なんでこんなアホみたいなことやってんだ韓国はっていうの本当思いますよね。もうちょっと自分をしっかり持った方がいいですよ、韓国の人は。本当にこれはね、あの真の友人としてアドバイスしたいですね。しっかり自分を持てと、ね、思います。やっぱり今こういう北の状態がこういう状態だと、日本、アメリカ、そして韓国が組むということは大切ですよね。大切ですよね。例えばね、あの弾道ミサイルをあの、まあ、防ぐために韓国に今サードが配備されてて、で間もなく、まあ、設置が完了するということなんですが、ムンジェインはこれを撤去するって言ってるんですよ。はあ、いや逆ですね。まあ、日本にもほら反日のお花畑のアホがいるでしょ。あいつら無防備都市とかやってるでしょ。無防備都市になったらどうなるかってこと、お前ウイグルとかチベット行って見てこいって感じですよね。ウイグルが今どういう状況にあるか、あいつらそこまでやるわけですよ。まあ、あのチャイナの共産党も北朝鮮の労働党も確か変わんないですから、やってることは一緒なんで。私あのそういうあの考えの方とお話ししたときに、あの中国は日本を敵だと思ってなくて、日本は攻めてこないっていうお話をされることが多いんですけれども、私はちょっと現実的ではないなと思うんですけどそう、ね、いや、あのチャイナが外国を攻める場合ってどうするかっていうとね、チャイナ憲法を読んでみればいいんです。はい、台湾は、自国の領土なので、これをね、あの攻撃して併合することはね、統一であって、ね、侵略じゃないんです。
もともとうちの問題だ、そういうふうに統一なんですか、はい、そういうふうにこうコロ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 変わってくるんです、うん、突然尖閣はね革新的利益だとか言い出したりとか、そういうことですよ。だって現状ウイグルとチベット占領してますけど、歴史的にあそこがチャイナだったなんてことはないですよ、うん、あれはね清朝の領土だったんですよ、清朝ってお前何人だと、満州民族、満州民族ですよ、あなた方にとっては外国人ですよね、で満州民族民族浄化して滅ぼして、うん、ね、でその清朝は我々でしたみたいな、むちゃくちゃですよね。日本はアメリカに占領されてた時期がありましたから、うん、アメリカの領土は日本の領土になるんですか、うん、意味わかんないですよね、はい、もうね本当に意味不明なんです、あいつらやってることが、うん、それをもうねカラスの頭も白いと言ってしまうのがこの共産党なんですよ、うん、だから対ファシズム戦勝利70周年、うん、まあ、戦ってねえじゃんみたいなことも平気でやるわけですよね、うん、だって毛沢東っていうのはタンザニア延安ってところにこもって仲間粛清してたわけですよ。延安政府運動で何人死んだか知ってます？2万人殺してるんですよ仲間をね、はい、そういう連中、まだ連合赤軍を1万倍ぐらいすると毛沢東なんですよね、はい、はい、私カンボジアに行ってきたんですけども、はい、そこで共産主義というのがどれだけひどいことをしていたかと目の当たりにしてきました、はいね、キリングフィールドって映画ありますけど、ね、はい、あの通りですよね、はいはい、でだからポルポトの方に手伝っていた仲間も殺すんですよね。そうですそうですそうです、もうね常に仲間割れとそのまあ粛清の嵐ですよね、打ち毛場、打ち毛場ですよね、はい、だからそんな彼らが侵略するときってのは必ずね国内認定して、ね、でまず辺境にするんですそこ、うん、でその後、まあ、自国に併合していくと、チベットなんて今ほら青海省と言われるのがありますが、はいはい、あれもともとチベットだった場所ですからね、四川省とか青海省に組み入られてる土地ってのはもともとチベットだったところを、ああやって辺境地域から切り取って、はい、どん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 加えていくと、うん、これがまあ彼らの歴史的なやり方なんですよ、はい、これは杏林大学の平松先生という方がですね、はい、この辺詳しく書いてるので興味ある方は読んでいただきたいんですけど、はい、チャイナが日本を攻めてこないとかね、無防備だと攻めてこないっていうのは大嘘で、無防備だとチベットみたいに攻められるんです、これが歴史の真実ね、はい、無防備だって無抵抗な人に対してそのね、チャイナ共産党っていうのはこれまでどれだけひどいことやってきたかっていうのはもうこれ明らかなわけじゃないですか我々はね、でそういうのやっぱねしっかり見ていかないと、はい、なんであんなお花畑みたいなこと言ってるのこいつらはというふうに思いますよね。それはアメリカ軍だっていろいろ問題ありますよ、地獄の黙示録みたいな話もありますから、ね、あるし、でもそのね共産主義だってキリングフィールドみたいなのもあるし、まあ、それから映画にまだちゃんとなってないですけど文化大革命ね、それからまあ、毛沢東の大飢饉で有名な大躍進、まあ、ああいうものとかも本当シャレになってないですよ、毛沢東の大躍進で死んだ人数はね、一応そのフランク・ディケーターというイギリスの学者によると大体ね4500万人から5000万人近くの方が、5000万人ですよ、あいつらが南京大虐殺つってプロパガンダしてる南京事件は、まあ、おそらくその戦争中なんで、まあ、犠牲になった民間人はいると思うんですけど桁が全然違うんですよ、仮に30万人だとしてもその5000万人とかではもう比べ物にならないぐらいで、まあ、30万人もそもそも人口いないんでそんなあるわけないんですけど、でそういうね南京戦とかで犠牲になった南京事件で犠牲になった方の人数に比べて、共産主義がもう機械的に虐殺した人数ってのはシャレにならないんですよ、桁が2つか3つ上なんですよね、だからもしその大虐殺が問題だと言って騒ぐんだったら、毛沢東の大虐殺こそね、彼らはその歴史問題としてしっかり捉える必要があって、ね、でチャイナ共産党はその毛沢東の大虐殺をいまだに総括できてないんですよ、だから歴史云々言うんだとお前ら自分の歴史をしっかり総括してから来いと、だからそのねチャイナのああいうほら閣僚とか共産党のねこう幹部どもが歴史問題をこうね口にするときって目が笑ってるんですよ、はい、よく見てください、彼ら目が笑ってますから、それはあいつら自身が歴史を総括せずに他人にそういうこと言ってるからですよ、彼らが歴史問題を口にするときは厳しい表情してても目は笑ってます、恐ろしい、はい、そこをよく見てください、はいはい、騙されちゃいけませんよ、はい、すぐだって遡れば天安門事件だってね、そうです、正確な死者の数もね、はい、分かってないわけですよね、一応ねソ連にチャイナ共産党が報告した数字では3000人ぐらい殺したって言ってるんですけど、はあ、それでもそれで済まない感じですか、それじゃ済まない感じ、だって戦車で引き殺しちゃったわけですからね、3000人だってね、ねえ、ひどい話ですよね。だからまあこの韓国もですね、そういう歴史をね、はい、まあ、ちゃんと振り返ってないわけですよ。で韓国の工業化っていうのもその日本の植民地時代にそのね、先鞭をつけたわけで ね、はい、そうですよね、まあ、いい面もあったわけですよね、まあ、当然悪い面もあったでしょう、ね、であったでしょうし、いい面もあったと思うんですけど、やっぱちゃんとこう客観的な歴史の事実として振り返らないといけなくて、そんなその日本人にその、ね、が村に来て女をさらって慰安婦にしましたみたいな大嘘を、ね、プロパガンダするってのはどういうことかと、それはあなた方が朝鮮戦争の時にやってたやつですよねと、
ベトナム戦争、ベトナム戦争とか朝鮮戦争の時に村行って女の人さらって、でなんかなんとか軍事物資、第五軍事物資かな、なんか名前つけてドラム缶にそれこそ本当に女の人入れて連れてってイアンフやらせてたんですけど、はい、だ今あのイアンフやってたって証言してるその元イアンフって人も朝鮮戦争の時にイアンフだったような人は結構いるみたいですね。じゃあ日本軍ではなく、あの年齢が合わなくて、あ、そうなん、はい、なんか朝鮮戦争の時に日本軍のイアンフやってましたって言っちゃった人とかもいらっしゃっていやそれ日本は朝鮮戦争あの後方支援はしてましたけど、ね、兵隊行ってないんですけどみたいな話ですよね。ベトナム人の彫刻家の人がね、じゃあ雷大半蔵を作りましょうって言ったら韓国がどういう反応するんでしょうかね。いや本当ですよ ね、だからそういうあの歴史とプロパガンダの区別がつかなくなっている人たちなんで、まあ、こんなこう朝鮮半島の危機にあっても、もう全くあさっての方向に今行ってるという現状で、はい、まあ、そんなやつがですね、同盟国なんですよ残念ながら日米韓の。本当に困ったもんなんですよね。韓国しっかりしてもらわないと韓国自体が守れないですよ、はい、そうですね、今先ほどまあ韓国でこうテロなどがある恐れがあるということですけど、はい、日本もまあ米軍基地があり、はい、さらにまああの工作員が紛れてるっていう可能性もあるわけじゃないですか、はいはい、ここがいい質問ですね。恐ろしいな、いい質問、私が仕込んだかのようないい質問え本当ですか。いや何これ、トラノモンニュースも トラノモンニュースも池上彰さんがいらっしゃいましたね私が仕込んだかのような、ちょっと台本何もないですよ素晴らしい、ありがとうございます、はい、後でしっかりお礼させていただきいい株教えてください。いい株はないです。笑い事ではなくて、いや、ね、あのね、可能性として、はいはい、そうですね、真面目に話します。そう、真面目に、はい、この件を考えるにあたってはやっぱり、ね、歴史に学ばなければいけない、はい、1回目の朝鮮戦争があった時に、はい、同じように後方拡散しようとした人たちがいるんです、はい、武装してですね、山岳にこもってですね、でこうあの村とかでそういうこうコミューンを作って、はい、でそこから米軍基地とかを攻撃しようっていうふうにやってた人たちがいるんです、山村工作隊というんですけれども、日本共産党という団体でしてですね、はい、あいつらがこれやってました、はいはい、で今でもその反基地闘争をやってますよね。でこれあえてちょっとニュース女子に出てる私だから言いますけど、反基地運動をやってる人のうち、静かにまともに本当に嫌だと思ってやってる人もいます、はい、いますが、そうじゃないやつらもいます、これは和田政宗先生がですね、参議院議員の国会で質問しましたけど、今沖縄の反基地闘争で捕まった人が41人、でその後山田博さんね、自民党の質問しまして、うち外国人何人だったら4人外国人なんですよ、全員韓国籍、席が、はい、でそれをフォローするニュースが確か産経新聞かななんかに出てて、はい、今その共に民主党とかと一緒に活動してるですね、はい、学生団体みたいなのがあるんですよ、その親北派のね、でこいつらが沖縄来てるらしいです、行ったり来たり、で日本の中核派とかね、まあ、角丸派とかもその、まあ、韓国のああいうデモに参加してるというのがこれインターナショナルなわけですよ、運動的には。でそいつらがその、まあ、第二次朝鮮戦争起こった時に何をするんだろうかと考えると、警戒するに越したことないですよね。もう公安調査庁には頑張ってもらわなきゃいけない。そう、今テロ等準備罪などがこう、はい、今、ね、国会で議論になってますけれども、ね、はい、やっぱり絶対通さなきゃダメです。そうですよね、はい、であれはね、普通に生活してたら誰も引っかからないです。私はそう思うんですよね、ええ、それは脅威だと思うのはどういうことかなと。いや、なんかあれですよ、上司の悪口を言ったら捕まるとかも嘘のプロパガンダですよ、捕まんねえよと、はい、捕まんないです、はい、本当にだから安倍さんを殺そうとして、で爆弾とか銃を準備する、はい、でそういう相談してたら捕まりますよ、はい、で今の法律だと安倍さん殺してからじゃないとですね、まあ縁起悪いですけど、はい、安倍さん暗殺してからじゃないと逮捕できないんです。桶川ストーカー事件みたいなもんですよ。桶川ストーカー事件はあれは要はその、私が知らないと捕まえてくれないんですかとか言ったらね、そうですみたいな話になっちゃってすごい問題になって、それからストーカー捜査っていうのは結構ね、まあいわゆるその準備段階でもかなり警察が介入するようになったんですけど、それでもストーカー被害終わんないじゃないですか。そうですね、ですよね、で同じでこういうテロとかもですね、やっぱ準備段階でもう武器集めてます、武器持ってますと、それでも逮捕できないですから。で中核派の秘密工場とか行くとね、銃ね、銃身くり抜いてたりとか爆発物作ってたりとかいろいろやってるわけでしょ。でこういう人たちが、まあ、その韓国の反大統領派のデモとか、それからその沖縄の人、それ紛れ込んでるということなので、やっぱその左翼の皆さんも自浄作用を働かせてですね、こういう過激派を排除しないといけないですよね。で共産党は昔そうやってゲリラ活動をやってたのに、はい、60年代の安保闘争ね、盛り上がった時には新左翼とは決別してですね、私たちはこんなテロ集団とは違いますとか言ってたんですけど、元祖は君らだからねと、ね、戦前だってあの、ね、仲間リンチで殺したりとか、はい、ね、共産主義っても基本的にそうなんですよ、仲間リンチで殺す、もうこれはデファクトスタンダードなんですよ彼らの、恐ろしい考え方ですよね、はいはい、口で言ってるのとは裏腹にですね、その大事の前の小事だみたいなことは平気であるんですよ。革命の大きな理想の前にはね、もう目の前の人間の命結構軽いんですよね、非常に恐ろしい思想だなと。それはなんか本などで読んでたんだけど、実際にカンボジアで行ってみてくると、はい、腑に落ちました。本当ですよね、はい、そういうことやってて、だからまあそういう審査欲の中でも、もう激烈な闘争で中核革丸もね、そのまあ殺し合いをして何人も死んでますよね、賛否は極まる
殺し合いですよね。ですよね。あの池袋の駅でなんかあの見つかって追っかけられてそのまま殺されちゃった人とかね、いろいろいますよね。あとはまあその爆弾テロでね、あの日本でも爆弾テロが頻発した時期があって70年代、そう70年代、東日本武装解放戦、あ、東アジア武装解放戦線、はい、牙でした、はい、なんかね、あの三菱ビル、今の丸ビルのあたりを爆破して、であのガラスが大量に落ちてきて、ね、たくさんなくなったんですよ、こう切れちゃったりして、はい、そういう事件とかもいっぱいあったり、あと自民党本部にね、火炎放射器で放火したりとか、はい、あの ものすごい火炎バーン吹き上げて自民党本部焼けちゃったりとか、そういう事件があったので、まあ、日本国内でも警戒が必要ですよね。でこの時期にそのテロ等準備罪に反対している勢力というのは、テロでもやりたいんですかと、まあ、はっきり言いましょう、はい、もうテロとかやりたいんですかと、あの内容だったらだって何も問題ないじゃないですか、うん、昔出た共謀罪よりもだいぶモデレートしますからね、内容はね、そういうのもちゃんと中身を見ていかないといけないなと、そうですね、思うんですよね、恐ろしいなと、はい、韓国大統領選と、ね、ことと次第によってはクーデターの可能性も、クーデターもあると思いますね、局面としてね、あり得るかもしれないという、はい、チョンドファン以来のってことになるんですかね、うん、かなと思いますね、全くね、予断が許されませんが、はい、はい、恐れ入ります、では